ようやく完成しました。長かった長かったけど頑張った甲斐はあるな。めちゃめちゃかっこいい。で今から検索していきます。頼むぞ。よし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 、やったー、エアームのゲットだぜ。使えるようになりました。やっと初めての上等地方出身のポケモンじゃない。鋼飛行タイプだろ。あ、空を飛ぶも使える。うわ、やったーよーし、じゃあゲームパートに戻ります。さあ、というわけでエアームドくんがうちのチームに参戦してくれることになりました。パチ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 、待って、じゃあ行きましょうか。ここでみんなに一つ言っておかなくてはいけないことがあります。なんか朝郵便受けみたいなね、なんかこの前受けたアレルギー検査の結果が返ってきてて、かなり深刻なレベルのアレルギーです。簡潔に言うと、技マシン、大切なもの、モンスターボール以外のアイテムを所持してはいけませんと。万が一拾ってしまった場合は即座に捨てなくちゃいけないらしいんだよね。というわけでちょっと今から捨ててきます。捨てていこう。コロクヤの木の実ってあるよね。あったあった、これこれこれ、これはちょっといいんだって。姫りの実、姫りの実ダメだわ。ズリの実、ナナの実とかはいいんだって。木の実も全部捨てます。木の実俺が食べるわ。ちょっと待ってね、今捨ててるから。すげえ、ライボルトナイトとか捨てられんだ。俺捨てられないのかと思ったわ捨てちった。ボサクサに紛れてプレミアボールも捨てましたけど、そりゃそうだよ、プレミアボールも捨てるに決まってんじゃん。モンスターボール以外のボール全部捨てんだよ。だマスターボール拾っても捨てるからね。俺マッハで捨てるよ。という感じで、まあ、ルールが追加されました。しょうがないよね、これはもうアレルギーだからさ、どうしようもないよこれは。はい、というわけで元気に冒険を続けていきましょう。あとね、みんなよくこのポケットモンスター用モフェルト動画で勘違いしてる人がいるんだけど、これぬいぐるみが検索結果出てきてもダメだからね。サナギラスのぬいぐるみが出てきたら、サナギラスのぬいぐるみをバトルで使うのはありなんだけど、サナギラスを使っちゃダメなんで。別にポケモンは使えないから。ポケモンとぬいぐるみってみんな別だよ。じゃあ行くぜ。5個目、これまたムービー流れんのかな。もうカットかな。おお、もう立ってる。さっきまで正座してたのにね。じゃあパパと戦おう。パパ見てくれ、息子の成長。パパ、マサ、私は今こうして自分の子供と真剣に勝負できることが嬉しくてたまらない。だが勝負は勝負、私はジムリーダーとして全力を尽くす。マサも本気でかかってくるんだ。もちろんだ。かっこいい、さすが僕のパパだ。じゃあこのお父さんに俺が旅を始めてから始めた趣味を教えてやろう。ケッキング強いんだよなマジで。普通にまあ大丈夫大丈夫大丈夫。一旦影分身を積んで、岩砕きもありなんだけど、まだ多分3体いるもんね。やめとこ。ロックブラいけ。5発当ててくれ。よーし、よくやった。5発当ててこんなもんか。寝ちゃった。まあ多分1回ぐらい耐えるだろう。から元気とかでしょ、どうせ。魂打ち、まあ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 、急所でこれならいけるな。起きろ起きろ、石つぶて。相手が怠けてるうちに起きてくれ、頼む。起きろ、大丈夫、あと一発耐えられるか耐えられないかだ。起きてくれ。よし、急所込みの5発、全弾急所、全弾急所。ダメだー、まずい、非常にまずい。いやでもまだ避ける可能性、いや騙し討ちは必中だよ、騙し討ち必中だったわ。いやー待て待て待て、いやーロックブラスト、
耐えて1、1、1、1、よくないよくない、これはギョロで一発で落とす。ヘッキングのが普通に早いんだよな。よし、オッケー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 、キング、やばい、みんなレベルが上がっていってる。やる気者、やる気者か。でもそのままだ、そのままギョロで、弾ける炎、2発で倒せんだろう。アンコール、待ってましたと言わんばかりにギョロが弾ける炎を吐き出す。もう一発、もう一発、叩き打ち、大丈夫だろう。よしよしよし、いける。次確か31レベルのケッキングだから、切り裂く、そんなお前いつの間にそんな凶悪な技を切り裂くか、つつくよりいいかもしんないな。まず弾ける炎だよな。いや砂かけもありなんだよな、砂かけ。あ、弾ける炎しか出せない。アンケートじゃねえや、アンコールやられてたんだった。いや、熱い、いいや。うわ、勝ったわ勝ったわ、怠けてろよせいぜい、お前は見くびったな。このギョロの特性は猛火だ。やっぱりキングのレベルがどんどん上がっていってしまう。まだギャラドス作ってないのに。まさか、気づきましたか、お父さん。僕のポケモンたちはすべて羊毛でできています。ダメだキング、まだできてないんだ。もうちょっと待ってくれ、進化は。ちょっとパパのバッジだけダサいんだな。ふう、ジムリーダーとして言いようがないくらい悔しい。だが親としては嬉しいような寂しいような不思議な気持ちだ。そりゃそうだよな、息子がインターネットで手元を映して羊毛を作ってたらそりゃそうだ。外まで送るよ、さあ行こう。本当にいいパパだな。あ、みつるくん、お二人ともお久しぶりです。偶然ですね、ちょうどうちに忘れ物を取りに来たところで。みつるくん頑張ってるようだね。勝負しなくてもわかるよ。めんどくさいだけだろ絶対。え、そうですか、嬉しいです。お前はみつるくんの実力なら118番道路から海を渡った先に広がる大地、さらなる強きポケモンが暮らし、強きトレーナーたちが待ち受ける方園の右側でも旅を続けられるはずだ。頑張るんだよ。わかったよ。そのために俺はギャラドスを作る、作らなくちゃいけないんだ。いい頃合いだな。何これ、待って待って待って、こういうの弱いんで俺。パパ二人のこんなのあんの、なんかすごい良くない。俺もう A ボタン押す前から分かってんだけど、これもう絶対いいよ。いいイベントが起こる、この後。だってもうなんかお互いなんか絶対思うところがあるじゃん、自分の息子がさ旅立って。うわー、これやばい。 A ボタン押す前からもう確信している。泣ける、このイベントは。なんと言いましょうか、はい、いつの間にか育っていく我が子を見て嬉しいような寂しいような、はっはっは、偶然ですね。ついさっき私も同じことを考えてましたよ。はっはっは、なんとそうでしたか。このままずっと、あの子がずっと元気に育ってくれたなら、もう何も望みはしませんよ。ええ、本当に。なんだよ、このいいイベントは。あ、てかあれだ、ショップでモンスターボールを買いまくろう。モンスターボールを99個ください。あ、まあ、プレミアボール、ダメだ、アレルギーが発症する。早く捨てなきゃ。
モンスターボールを43個ください。うわあ、おまけがまずい。おっとおっと、なんで俺トレーナー避けるんだろうな。やっぱ自信のなさが出てんだろうな。きた、ゴーゴーゴーグル。あ、こんな感じなんだ。うわあ、これモンスターボールじゃなかったら捨てなくちゃいけない。うわあ、星の砂だ、捨てなきゃ。化石はどっちにするんですか。あ、やべえ、化石大切なものじゃなかった場合、化石どっち選んでも捨てなきゃいけないからね、俺アレルギーだから。なぜならこれあれか、サボネア。あれ、なんで沈んじゃうの。逃げちゃうか。え、なになに、逃げちゃう。永久にたどり着けないじゃん。え、ちょっと、え、どこよ、なんだ、たどり着く。あー、なんでだよ。あ、サボネアだ。かわいいよな、アニメのポケモンのサボネアめっちゃ好きなんだよね。小次郎が大好きで、あの抱きつくやつ。サボネー、いけ。148個のモンスターボール全部投げる。よーし、来た。サボネア、オスの姿、砂漠など乾燥した地域に生息。強い花の香りで獲物を誘い込み、鋭い体のトゲを伸ばして仕留める。これでギャラドスがうまいことできれば最高だな。 RTA やるか、久々にギャラドス作るか。はい、今日はですね、ギャラドスを作ると。ギャラドスを作ります。で、まあ、あのギャラドスっていうポケモンは結構複雑な形をご覧の通りしているので、多分1日で作るのは不可能です。なので、何日か、かけて、やっていこうと思います。まずは、この頭部ですね。頭部を作っていかなくちゃいけないんだけど、ギャラドスはやっぱりこの顎がカパッて開いてるのが、特徴的な生物なので、まず頭蓋骨を、作っていきたいと思います。あ、パソコンして、あ、聞いてよ、昨日ニャンニャンニャンの日だったらしいね。2月22日、うちにもさ、ニャンニャンニャンがいたから、だから猫にちょっかい出してたから、俺がちょいちょいちょいって指を、そしたら、なんか思いっきり爪がカリッて指に突き刺さって結構なる流血したんだ。これ別にあれだよ、またで怪我したんじゃないから、普通に猫に引っかかった。ニャン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 の日。最終的なサイズは今のところどれくらいになるんで、なんか今ロシア語みたいなことじゃない。一旦頭蓋骨作ってみてから考える。結構フィーリングでいこうと思います。ベルトやるけどそんな難しそうなの作ったことない。俺もだよ。俺も。明らかに過去、最難だった。よし、まあ。とりあえず丸を作ったので、ここから出していきます。さあ、ここから楽しいぞ。腕まくりしてやるか。ギャラドスは後ろが丸くて、で、ここからブワッて広がってる。そのブワッていう形を作っていきたいな。ね、モテるよね、多分。合コンでさ、俺ギャラドス作れるんですけど、って言ったらモテるよな。俺のセールスポイントでしょ。みんな、普段休みの人は何やってるんですか。あ、まあ、僕はあれですかね、ボタリングですかね。あ、僕はあれです、スケボーです。いろいろ言ってない。僕は、またでギャラドスを作ることができます。いや、モテるだろう、ギャラドス作れるって言ったら。ボタリングよりモテるよ。だってうちのギャラドス、ボタリングって崖登る、あれ遊びでしょ。ギャラドスなんて滝登れんだよ。うちは、崖どころか、滝登れるんですけど、ってマウント取れるよ。登りマウント取れんだよ。顎がでかければ、頭を大きくすればいいじゃない。マリーキャラドスネットの名言だ。そんな悩んでてもしょうがないわ。トライアンドエラーで。全然これ失敗して、また一からになる可能性もあるからね。まあ、縫い目とかをきれいにした上に口の中を黒くして、その上でベロもつけました、牙もつけました。結構濃くない？どうすると俺はね、目を背けられないんだよ。俺がさ、こいつがいるんだよ、机の上に。どこら編集して気を巻き出そうかな、ちょっと別のことにしようかなと思ったら、机を見ると、なんか凶暴な立つみたいな置いてあるわけよ。これを見るたびに、あ、やばい。よーし、どうよ。ちょっとこれ、角は後で調整するけど、今日は体を作っていきます。この指サックの縫い目をちょうど針が通ってきた。今恐ろしいことができたわ。いってー、マジで刺さるはずがないと思ってたから余計になんかダメージを食らった。もうちょい横伸ばそう。こんな感じにしよう。こっちの方が多分ぽいよ。で、この形に上下合わせて切っていきます。俺違うからね、誰かに拳銃突きつけられてこれやってるわけじゃないからさ。俺がやりたくてルール作って、で、俺がいちいち全部揃えてやってるだけだから。違うよ、俺誰かに脅されてやってないからね。ギョロを普段着の肩に刺して歩いてほしい。変人じゃん、もうそこまでいったら完全な変人じゃん。これやばいな。多分もうちょいこの部分を引けば行きました。見てください、この忠実な曲がり方。素晴らしいでしょ、このひげ。今から巻き草みたいなのを作って、こうやって俺のイメージだな、こうい
さられるかな。これやばい。すげえ。超嬉しい。超嬉しいわ。いやー、ありがとうございます。長い間これご視聴いただき、こんなんもう間違いなく認識するよ。さあ、今からですね、いよいよ完成しました、こちらのギャラドス、これを検索したいと思います。見事認識すればギャラドスを使うことができます。いくぞー。これね、この写真ね、やったやったぞー、認識です。見事ギャラドス、文句ないな、使います。波乗りで次の街に行けるぞ。バイキング進化できるぞ。そりゃそうだよな。うん、そりゃそうだわ。はい、もう文句なしのギャラドス認識です。ありがとうございます。来た、 B ボタン押さなくていいんだ。もう見せてくれ、お前の姿を見せてくれ。あ、初めてだ、ここまで BGM 聞けんの。あー、クチートだ。さあ、来い。さあ、新大陸へ。かっこいい。この、あ、これもう BGM がいいよね、冒険って感じが。おお、すごい。え、何これ、どこ行くの。え、お天気じゃないの。待って、やだ、でも始末だ。あはあはが消えちゃった。ん、何何その手首につけてる。あ、ちょっとやめろよ、バカにすんなよ。俺これかっこいいと思ってんだけど、やめろよやめろよ。メガバレビーになかったことになかった。